はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ハーピーオラクルに踏まれたい龍です。さあ本日なんですけれども、このオラクル入りハーピーをね使って2021年4月デュエルキングに速攻なってきましたんで、こちらのデッキご紹介していきたいというふうに思っております。ハーピーオラクル可愛いんだよな、いいケツしてるよな、この曲線な、もうハーピー界の中で多分一番可愛いと、僕は思ってるんですけども、何の話だ、このハーピーオラクルっていうモンスターの効果ね、これレベル5以上のハーピーモンスターが存在していると特殊召喚できるよという、まあ、普通にちょっと通常召喚もできますけどね、シンプルに。で、召喚特殊召喚に成功したら、エンドフェーズに自分の墓地からハーピーレディ3姉妹のカード名が記された魔法トラップカードを、まあ、例えばカリバとか、このね、ハーピーのカリバとか、それからまあ万華鏡華麗なる分身とかですね、これとか、それからまあハーピーの羽休めとか、この辺のカードを回収できますっていう、効果になってますと。で、エンドフェーズにね、回収するよっていう効果を、まあ、メインフェーズ中に、まあ、発動するみたいな、そんなようなイメージですね。で、このモンスターが強いのはやっぱり展開力が上がると、レベル5以上のハーピーレディモンスターがね、簡単に出せますんで、ハーピーデッキはね。なんでこの横にプッて出せると、で、さらに万華鏡華麗なる分身かなんかをバチバチ打っていけば、まあこのSC の横に例えばローチとかデッドリシンとかも立つっていう、まあ夢のようなね、あの展開力を得れると。で今回のデッキはカリバにしてるんですよ、ハーピーのカリバ。これね、膝の力とかにしてる人が結構多いかなとは思うんですけども、カリバはカリバでやっぱり強いところがあって、これなんてかっていうと、後攻を取った時に相手の、まあ、先攻で伏せた魔法トラップカードをカリバでぶち割っていけると。でぶち割っていくときに必ず相手は魔法トラップカード使ってきますよね。例えば狡猾な落とし穴だったら、まあ、使ってくるかもしれないし、まあ、デモンズチェーンとか、デモンズチェーンというか因果絶断とか、ああいうの使ってくると、そこでね、速攻魔法が生きるんですよ。今回速攻魔法を全部で、7枚積んでるんですけども、この清掃とハーピー、ハーピーじゃねえよ。スワローズネスト、もうハーピーレディで打ちすぎてハーピーズネストになってた俺の中で、スワローズネストを打ってって、これで相手の魔法トラップカードを回避していくっていうことですね。要は、チャネラー召喚、相手なんか魔法トラップ打ってくる、それにチェーンして清掃とかネストとか打って、で相手の、まあ、バックを狩り場で強引に吐かせると。でね、これ先行取っちゃった時に狩り場割っちゃうじゃないですか、ハーピーモンスターって強制なんで、狩り場は。これがね、これで回収できるんですよ、オラクルで。このオラクル この丸3番の効果で回収できるんで、1回割ってしまっても大丈夫っていう感じですね。で、問題点は1個、白きレイルとかっていうやつがいまして、あれ環境に結構いっぱいいる西岸 のデッキから出てくるモンスターなんですけども、あれ出てくると除外されちゃうので、それだけちょっときついですね。先行で分満されてレイルが出てくるっていうのが一番ちょっときつい点かなとは思いますね。回収できないんで。で、精霊流のね、処し方はね、結構ね、いくつかあるんですけど、まあ、盾だったら普通に殴ればいいですよね。ハーピーでスクラッシュ殴って、で出てきた銀龍の効果にチェーンして供物打ってあげたりとか、チェーンして清掃打ってあげて、その効果チェーンで SC とかすれば戻せますからね、銀龍は。で横3000は供物とか打って相手の、銀龍の変身効果チェーン清掃とかネストとか、まあ感じですかね。まあシンプルに狩り場が残ってさえいれば、カリバとワンと、SC の打点で抜けたりはしますけど、まあ、基本的には銀龍出てきた銀龍の効果に、チェーン供物とか、銀龍効果チェーン、清掃 SC とかで戻すことが多いですね。だから打点はちょっと足りないかもしれないですけど、意外となんとかなります、精霊龍はプレイングで、はい、やっぱり強いのはこういう位置ですね。展開力がすごい上がるんで、はい、早速ですね、まあ、ちょっと回し方をねご覧いただければなと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長、相手にとって不足はねえだろう。西岸はね、速攻魔法がいくつか握ってると精霊竜も結構処せますね。精霊竜の変身してからの銀竜の効果発動にチェーンして、速攻魔法を打って SC の効果使ってあげれば戻せるんですよ。で、狡猾じゃない、供物とかもあるんで、打点ではちょっと抜きにくいですけどね。まあでもカリバとハーピー1がいると、一応3100にできるんで、しかもオラクルでね、カリバは白きレイじゃなくてよかった白きレイの今話をしようと思ったんだけど、今きついんだよって話しようと思ったんだけど大丈夫だったわ。チャネラー召喚、レイル引いてんな、これ。ってことはレイルだよこれ。
多分だけど。さあ、カリバの効果発動するぜ。ハーピーのカリバの効果によってお前のバックを破壊させてもらう。これがカリバの強さ。効果発動どうしようやな。オッケー、いいでしょう。はいはい、もちろん逃げますよ、もちろん逃げますよ。さあ、スワローズネストでハーピーレディーチャネラー、ハーピーチャネラーをリリースし、もう一回チャネラー出していけるぜ。しつこいやろ。そして、はいはいはい、つえー、カリバつえー、カリバつえーで、ハーピーレディー、ハーピーチャネラーかの効果ゾウで、ハーピーレディーワンステッティ、パフィーマですね、これは。さあ、パフィーマ特召喚。さあ、死を覚悟しろ。精霊流の処し方講座はちょっとあの採用する動画あったらやりますわ。結構ね、あの打点で抜くんだったらカリバのワンで、打点じゃなくても供物、源流の効果、供物、供物チェーン SC の効果で結構いけますね。だからそんな相性悪くはないかなって感じで、SC の効果でブルーアイズ戻してあげて、クリボール握ってるんですかと、クリボールは握ってるんですかと。はい、そういうことですよ。でもね、バックが厚いデッキに、あの高校初手からカリバーで相手のバックを吐かすことができるのはかなり強いですね。で、まあ戻して、で2ドローもしていくと最強ですね、これ本当に理不尽すぎますね、これは。クモツも来たと。これクモツ と、SC の効果で相手のターンに相手のモンスターを2体戻せると、めちゃくちゃ強いですよ、本当に。Easy win。 対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、おっと巨大決戦か、時間か、24枚、あ、 LP 増強、ほう、なるほど、 LP 増強かなんだろうな。まあ、とりあえず相手先行取ってくれたんで、まあ、カリバがめっちゃ効くと、いいことですね。あー、テラナイトか、なるほど、テラナイトバランスが死んじゃったんで、結構スキル何使ってるんだろうって思いますけど、あれですね、どうでもいい LP 増強アルファっていうスキルでしたね。結構オラナイワナ地獄とかは相性いいんじゃないかとか言われてましたけど、どうなんでしょうか。さあ、アルタイル効果で、墓地の2人ゼネブを特殊召喚、強いね、これは強い。まあ、やっぱうぬく、雨かけるがあるとこれができるんで、でバトライムス出して、デルタテロス、あ、デルタテロス嫌だな、カリバ割んないで、カリバ割んないで、カリバ割られそう、カリバ割られんじゃんこれ、うざ。先行、毎回毎回先行でカリバ、なんか白きレイリューとかね、で、あの除外させるされるんですけど、ハーピーのカリバの一番辛いところはレイリューですね、白きレイリューが一番嫌です。破壊されるんだったら、まあ、オラクルで回収一応できるんで、まだ悪くないかなって感じなんですけども、チャネラーが欲しかった人生だった、まあパフューマーから行くしかないかな、パフューマー召喚、とりあえずね、あの速攻魔法でなんとか相手のバックを踏み倒していきたいといったところですね。デモンズチェーンか、あー、じゃあスワローズネスト打ってリリースしてから、まあ、もう一枚なんだろうな、もう一枚の試合あるんですね、もう一枚なんだろうな、ここでチェーンあんのか、インガじゃないね、インガとかではないし、何あんだ、あとデモンズチェーン2枚目、デモンズチェーン2枚目ちょっと嫌だな。まあでもあれか、チェーンして戻せるからいいか、デモンズチェーン2枚目だったら。あと何入ってんだっけ、相手のあのデッキ、多分カウンターワナだったら使ってると思うんですよ、ね、なんでチャネラー使ってワン捨てて、ワン捨てて、もう一回ここオラクルでいいかな、これオラクル特殊ですね。でオラクルは特殊召喚成功したらエンドフェーズに、ハーベルで3姉妹のカードネが記された魔法トラップカード、まあ万華鏡とかカリバとかを回収できるよっていう、まあ、これ一回発動したんでも絶対確定で、エンドフェーズ回収できるっていうことですね。一回変身するよりも先に打った方がいいか、先に打った方がいいな。万華鏡華麗なる分身発動、さあ華麗なる分身でハーベルに1を特殊召喚していく、で特殊召喚に成功して、あれなんだろうな、マジであれ何かによるんだよな、まあ、一回オラクル巻き込んでチャネラー、あ、チャネラーでいいね。でここの2体で心境召喚、ハーピーレディスクラッチクラッシュ、オラクルは
出しちゃってよくて、エクシーズするかどうかなんだよな。エクシーズを、いやでもあのバックランなのかによるんだよな、本当にあのバックランなのかによるんだよな。これそのまんまの方がいいかもしれないな、もしかしたら。まあダイヤウルフとかね、デッドリーシーンとかで相手のあの罠とか踏みに行くのもあるんですけど、まあこれはちょっと一回ね、2ドロー入れましょう。2ドロー入れて、でデモンズチェーンだったら別にいい、ド級部隊だったら結局 SC の効果が意味なくなっちゃうからここで使っていいな。多分これここで使ってよくて、でデモチェだったらしょうがないな、デモチェだったらしょうがない、オッケー。手持ちだったらしょうがないと思ったけど、まあとりあえずそれはオッケー、それはオッケー。今使わせるか正解だったかな、これ使わない、効果使わないか正解だったかもしれないですね。ちょっとバック読みが甘かったかなと思いますけど、とりあえず出てくる、いっぱい、やばい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 、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てきて、でデネブも特殊召喚されてく、これは厳しい。風属性モンスターしか出せない、もう一体シンクロ取得のはありか。そのまんま2体殴っちゃってもいいような気がするな。蜘蛛あるしネストあるしね。そのまんま殴って殴って、出てきたやつどっかで蜘蛛して、でハーピスとかなんか出してくればいいんじゃないかな。そうだな、殴って正解だな、多分これ。これシンクロ召喚して2600立てるよりも2体殴っちゃって、でアルタイル召喚してきて、アルタイルで蘇生してエクシーズしたところのそいつのエクシーズをぶっ殺せばいいんじゃないかな。こうだね。ちょっと今あれですね、ちょっとドキ部隊のところちょっと若干プレイング甘かったかなと思いますけど、なんかすげえ真面目に解説してんな。なんかあれですよね、一個一個のチェーンプレイング SC は結構相手の魔法トラップを打たせてから効果基本的には使った方がいいんですよ、癖がある場合はね。これでいいんじゃないかな。これで両方しょられても一応ハッピーの羽休めでドローはできるし、はい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 、 OK。 アルタイル召喚で、アルタイル召喚効果デネブ出てきたやついいな。で次のターンも2ドローを一応ねできる構えにしてますけど、カリバとはでもよかったかもしれないですね、今ね回収するの。まあいいや、カリバあったな結構今回収。まあでもさすがにネストと蜘蛛あるんでいけるでしょ。バトライムス OK で、バトライムス OK、 ここ蜘蛛、あ効果使わせてもよかったのか、効果使わせてからでよかったな、ハンド切らしてからでもったり、あーオッケー。ちょっと若干プレイングが回ったかもしれないな、あそこのドキュー部隊のところ。さあお相手の方セラちゃんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、セラ珍しいな、なんだろう、レベル上昇か、追悼デッキか、いわゆるいわゆる追悼デッキの感じあるな。ハーピーの狩場の効果発動、モンスターだけってことは逆に言うと、これでパフューマー切って、パフューマーを出してきたことによって、これで羽休めを持ってくれば2ドローで魔法トラップを引けるっていう、まあそういうやつね。はい、でだシンクロ召喚して、この羽休めとかいうカードめっちゃ強いよな、これさ、これ2枚ドローって1枚か2枚に爆破ドってやつじゃん、これ最強だよね、これ SC 出してさ2枚ドローしてもやばくない、これやってることこれやばいんですよね、やってることね。はい、しっかりとなんかオラクルかなんか引きたいな。うわ弱っ、びっくりしたわ。シャッフルしてしっかりめに、鳥大集合したじゃねえか、ふざけんな、デッキの中の鳥大集合してんじゃねえぞ。モンスターしか引けないとさすがに弱いな、妨害もねえしな、まあ、一応次のターンの展開はできるが狩り場もねえしな。目覚めの戦列、まあ、追悼デッキかこれ、なんだこれ。いやーこれね、シンプルにもうね、これがもう辛い、もうあの魔法罠がないと、魔法罠ない場合もうこいつを処す方法がないので、モンスター効果のこれを、それじゃねえわ、誰だお前、サイキックリフレクター、どういうことや、
リフレクターやばい、もう負け確定したじゃないか、ふざけんなよ。バスタービースト、あのそうでもないか、あのそうでもあるか、普通にこれあるか、ドラッグオンバーミリオンからか出せって終わりか。いやーこれね、やっぱりちょっとさすがにね、このハンドは無理ですね。こんなにもうなんかこんなに鳥大集合されるとさすがにね、バードウォッチングしに来たんじゃねえんだからっていう、そういう話ね。81、うわドラッグか、まあ、無理だね、普通に無理だわ。なんだろう、スキルレベル上昇だよな。ホームトランスポーター、ホームトランスポーターレベル上昇やば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 強5100点最強か。